インバーンパイセンラジオ、あなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい。今週も始まりました、ジンバンパイセンレディオ。そしてこの時間のお相手は黒岩仁太郎です。この放送はあなたのカーライフをサポートするコザ自動車の提供でお送りします。いい車あるさー。 FM コザ沖の皆さん、こんばんは。黒岩仁太郎です。今日は私ですね、スタジオを飛び出して、なんとここはどこだかわかるでしょうか。そうなんです、沖縄県なんです。でもですね、沖縄市ではないんです。なぜなら別の仕事で本日は沖縄の方にやってきておりますので、別のとこからの収録という形で。そして私が今いるのは瀬長島の海かじテラスの前のサンセットビーチにいます。ここね、あちき初めて来たんですよ。めっちゃいいとこですね、ここ。こう目の前の、これ聞こえます？波の音、そして白い砂浜、そしてちょうどね、サンセットビーチというだけあって、そろそろ日が沈む。現在の時刻はですね、収録時間は、18時ぐらいですね。ちょうど、午後6時ぐらいに収録しているわけでございますが、滑走路が見えるんですけど、その滑走路から滑走路からね、滑走路に着陸する飛行機なんかを見ながらですね、こうやって喋っているわけでございます。そして私、本日はスタッフも誰もおらず、一人でこのように収録をしております。まあ、旗から見たら変なやつかもしれませんけど、バッチリオンエアしていきたいと思いますので、どうぞ最終最後までよろしくお願いします。まあ、なんでじゃあ私が沖縄に来たとかと言いますと、まあ、普段内地の方ではね、車の仕事をやってるんですよ。で、まあ、その兼ね合いで、まあ、一言で言うと納車に来たんですね。ちょうど南城市の方に、農業を営んでる方にね、この度軽トラックが売れたんですね。で、その軽トラックを有明の、東京ね、お台場の方にある有明ふ頭ってあるんですけどね、そこのふ頭の方に、軽トラックを私、会社から自走で運びまして、そこで船に積んで、で船が1月の月末に来るということで、こちらに軽トラを取りに来て、お客様のもとに無事納車をして、もうあと2時間もすると内地に帰らなければならないという悲しい現実が待ってる今です。いや、でもあれですね、なかなか沖縄もあったかいあったかいと言ってる割には、俺もやっぱ最近慣れてきたのかな。風が冷たくて海沿いは若干寒いですね。今ちょうどお客さんに会って納車の後だったんで、私スーツを着てるんですけど、スーツの、ジャケットだけではね、なんかね、肌寒い気がしますね。ワイシャツにスーツでいるんですけどね。気温はね、内地より全然高いんですけどね。いやー、でもこのまじまじとね、これ沖縄にね、もう本当に何度も何度も来てるんですけど、まじまじとこう海を見る機会っていうのがなかったんですよ。でこう水平線を見ながらぼーっとしてると、
いいもんですね。なんかね。であれですか？今なんか埋め立てしてんのかな？滑走路作ってるようですね。僕の方では那覇空港羽深に向けて滑走路を増設してる工事が行われているため、すごいですよ、ダンプカーの量が。もう片っ端から何台も、10トンダンプですかね、10トンダンプがですね、背長の方に曲がってきて、一箇所その工事車両が入れるところがあるんですけど、そこにね何台も何台も入ってきては出てって、入ってきては出てってを繰り返してますね。なんかこういうのを見るとですね、ちょっと複雑な心境ですよね。便利になる反面、またなんか自然が失われていくというのか、なんというか、そのせいかどうか分かんないですけどね、なんかいつもより若干水も濁ってるような、濁ってないような、そんな気がしますね。あれは自衛隊機ですね。結構着陸の瞬間って結構ああやって近づいてくると飛行機の音もでかいんですよね。いや沖縄に行って南城市の方に納車したんですけど、なんかしきりにオートマでもマニュアルでもいいんだけど4駆4駆って言われたんですよ。エアコンとかそんなのはどうだっていいからって言われて、僕のねそもそもの頭の中の想像の世界では4駆は必要ねえだろうと、なぜなら雪が降んないからってずっと思ってたんですけど、お客さんのところに行って分かったことが一つあって、めちゃくちゃアップダウンが激しいんですよ。なんつうのかな、本当に想像を絶するアップダウンで、これね普段はいいけど、例えば内地みたいに気温が下がって凍結したら絶対登れねえだろうなっていうような、もう傾斜角がすごいところをですね登っていったんで、ああこれでこのお客さんは四駆四駆って言ってたんだなっていうのがね、ちょっと分かっちゃいましたね。さすがにねあれではね登れないと思います。びっくりしました。でお客さんに会って納車して喜んでくれて、究極のオチがですね、まあ通信販売みたいな形だったんで、契約書を納車の時にサインをもらおうと思ってたんですけど忘れてしまいました。ということでお客さんもお仕事が忙しいということで会えなかったんですけど、まあ後日輸送しますということで話は進んだんですけど、完璧にやったつもりだったんだけどね、なかなか今回も落ち目がありまして、そんな落ちがありました。あと皆さんあんまり縁がないかもしれないけど、軽自動車の軽トラックなんで軽自動車じゃないですか、名義変更する前に軽自動車検査協会ってところに行って、前所有者から新所有者に名義変更が必要なんですね、車って。でまあそれをするのに浦添にある、陸運輸支局の隣の軽自動車検査協会に行ったんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。びっくりしましたよ。なんか建て替えたばっかみたいで、なんか銀行の窓口みたいになってて、受付番号を取ってで待ってると仕上がっちゃうみたいな、湘南の軽自動車の検査登録事務所とかそんなんないですから、マジでなんか札を持たされてひたすら待たされてるような感じなのに全然違いましたよ。もうなんか最新の機械が入ってて、最新のなんか効率いいなんかオートメーション化みたいになっててね、すげえびっくりしました。いや本当に知らない土地 で余談なんですけど、ナンバープレートあるんじゃないですか。ナンバープレートの金額って僕全国一律だと思ってたんですよ。それが県によって値段が違うんですね。ちなみにナンバープレート代っていうのは、まあ、希望ナンバーの場合は関東運輸支局だと4100円なんですね。で
希望番号じゃなくて普通の、まあ、何でも出てきたのでいいよっていう場合は1440円なんですよ。それが沖縄では1880円だったかな、2枚で。うわ高っって思わず言ったら、お兄さんどこから来たのって言われて、いや神奈川県ですけど、県によって若干値段違うんですよって言われて、あそうなんだって、また勉強になりましたね一つ。まあ何しろこの納車をしてみて思ったことが、南部の方は急勾配がすごいあるのと、それと沖縄の軽自動車検査協会がめちゃくちゃ綺麗でびっくりしたこと、そして手数料納付書とかそういった書式が同じ軽自動車検査協会なのに司書によって全然違う、書き方も違う、用紙も違うってことと、あと一番の極めつけはですね、ナンバープレートの値段が違うっていうのにびっくりしましたね。まあ多分送料の問題だと思うんですけどね。それでは気分もいいので今日も一曲聴いていただきたいと思います。今日流す曲はバンジョー愛でブルセッペンバー、聴いてください。どうぞ。
聴きいただきました曲はバンジョーアイでブルーセプテンバーです。このねロケーションにぴったりの一曲をお届けさせてもらいました。ということでいつものコーナー久々ですね、行ってみたいと思います。今日は何の日。ということで2月2日今日は何の日ということで私調べてまいりましたので皆さんにご報告したいと思います。まずはですね2月2日情報セキュリティの日。2006年10月、政府の情報セキュリティ対策会議において制定。2006年平成18年、この日情報セキュリティ対策会議で第1次情報セキュリティ基本計画が定められた。次、交番設置記念日。1881年のこの日、一つの警察署の、所轄に7つの交番を設置することが定められたということで、1881年、ずいぶん前に交番を定める規約っていうのができてたんですね。それと面白いのが国際航空業務再開の日ということでね、飛行機の音聞こえます？今日結構うるさいかもしれない。1954年この日、戦後 GHQ により禁止されていた国際航空業務が再開された。一番機は日本航空の東京発ホノルル経由サンフランシスコ行き、すごいな。38席のうち14席が招待客で一般の乗客は5人だけだったということで、1954年の国際線とかめちゃくちゃ高いっしょ、マジでやべえと思いますよね。僕もあの飛行機大好きなんで、皆さん飛行機は好きですか？そして飛行機は皆さん何派ですか？青組ですか？赤組ですか？それとも LCC ですか？僕はあの比較的赤組の飛行機に乗ることが多いんですよね。なんかあの日本元祖ザ日本の飛行機っていう感じがしません？そうなんですよ。そこでね結構赤組に乗ってしまうことが多いんですけど、でもね飛行機って言えばね、実は僕ね先々週かな、香港に行ってました。でキャセイパシフィックという飛行機に乗ったんですけど、もうねそういうの乗ると日本の飛行機っていいなって思いますよ。絶対思うと思う。国際線乗るとね、本当そう思いますね。そしてまあ国際線の機材だから映画とか見れるんですよね。でまさかのその映画を見ながら号泣してしまったという。でそのタイトルは君の名は。まだ見てない人いますかね。僕もねちょっとね舐めてたんですよ。アニメでしょ、まあ、すごいのはわかるけど、ジプリとかみたいに、まあ、あんな感じなのかなと思ってたんですけど、もうね見てない人には見てほしい。そしてこの今の夕日の綺麗なのも見てほしい。これねあの番宣の写真で使いますね。すっごい綺麗です。いやこれね黄昏時まさにこういうことかなって、すごい綺麗ですよ。はい、ということで皆さん2月2日何の日か分かったでしょうか。2月2日は情報セキュリティの日、そして交番設置記念日、そして最後に国際航空業務再開の日ということでですね、1954年の2月2日には戦後 GHQ により禁止されていた国際線の航空業務が再開されて、一番機は日本航空の東京発ホノルル経由サンフランシスコ行きで38席のうち14席が招待客で一般のお客さんは5人しかいなかったということですね。なんか宴会かなんかの時に覚えていただいてちょろっと出してもらえれば、あなたもヒーローになれるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。それでは本日もあっという間の時間ということで、お別れの時間が近づいております。いやー本当にね帰りたくないよ、内地に帰りたくないよ。でももうすぐ俺の飛行機も迫ってるよということで、今日はですねお別れはエミリーの新曲で雨粒という曲があるんですけど、そちらを聴きながらお別れしたいと思います。それでは皆さん良い週末、良い1週間をお過ごしください。 See you next week。 この時間のお相手は
黒岩仁太郎でした。またね、バイバイ。お別れの曲はエミリーの新曲雨粒です。またね。ジンバーンパイセンレディオ。あなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい。今週も始まりました、ジンバンパイセンレディオ。そしてこの時間のお相手は黒岩仁太郎です。